はい、速稼塾の久保です。今回はね、IR カジノ利権ということで、ずっとね、限定公開でやっていたんですけども、今回だけ一般公開で、動画をね、放送させていただきます。で、一般公開なんですけども、ちょっと不正事が多いんで、何のことかわからない人が多いと思います。ではね、いただいたメールから返信する形で、お話を続けさせていただきます。久保先生、いつも大変お世話になっております。H です。今週の収支ですが、プラス3万でした。始めてから3週間経ちますが、やはり増えるときはコツコツ、減るときは急激に資金が減る傾向にありました。偶然かもしれませんが、3週間偏りがあれば破産するのには十分ですね、ってことで、最初の投入金額がね、なくなってしまう可能性ありますよね。で、バカラのルールを調べましたら、配当に偏りがあるようなので、勝者をプレイヤーから、バンカー、これディーラーですね、に設定変更して検証してみようかと思います。配当は以下のようなルールだそうです。バカラの配当、バンカーとプレイヤーどちらも勝つ確率は2分の1ですね。すいません、バカラ分かんない方すいません。ところが配当は若干異なります。バンカーが勝った場合は 1.95 倍、プレイヤーが勝った場合は2倍ということで、これ場所代がちょっと入ってるんですよね。ですのでこういう風な倍率になるのかなと思います。で、引き分けを予想した場合は8倍というふうになるということなんでね、引き分けはなかなか予想を当てることは難しいですよね。これはルール上ほんのわずかにバンカー側に有利になっているためですということですね。私もこのバカラはあんまり知らないんですけどもね、ご存知の方がいたら簡単に、説明して教えていただければ幸いでございます。また1週間検証して報告しますということです。引き続きよろしくお願いします。ということですね、このカジノ利権っていうのは本当に放置してお金が増えるだけと。で、先日もね、15万円、引き出した方がいらっしゃいましたけども、単純に言うとね、10万円置いとくと勝手にベットしてくれて、月平均で5万円前後ね、5万か6万ぐらいで、多い時は12万ぐらいを抜き出すことが、利益として抜き出すことができると。で、最初に入れた10万円はまた次の月に持ち越しなんですよ。だから10万円をトンと入れて、10万円はね、引き出すことはいつでもできます。でも置いとくと、その10万円が、まあ毎月毎月5万から12万をこうやって生んでくれるみたいな感じですね。だから大体5万円ですかね、今のところは。5万円ぐらいをずっと生んでくれると。で、まあ倍率低い時は3万円とかだと思うんですけども、でもすごくないです。10万円入れとくと3万円をどん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 ね、3万とか5万とかをね、大体5万前後になるんですけども、低い時は3万ですけどね、そういったお金を口座にどんどん放り込んでくれるんですよ。で、この最初に入れた10万円っていうのは減らないんですよね。これすごいですよね。だからこういう今みたいな状態の時でも、お金を稼ぐ手段ってそんなにたくさんはないけども、まああるんだなっていうことですよね。で、私もこの仕組みを9口動かしているんですよね。で、考えてみてください。毎月9口かける3万円だったら27万でしょ ?9 かける5だったら45万でしょ。で、まかり間違ってこの9台がね、10万円生み出したら90万毎月なんですよ。で、まあ、今9個のうち2つ稼働してるんでそんなにたくさんはないんですけど、今8万6000円分ぐらいしかちょっと浮いてないんで引き出そうと思うんですけども、これね、9台全部稼働させたらすごい面白いなと思うんですよね。まあ私もね、そっちの方やってみようかと思います。特にね、作業がないんでむちゃくちゃ楽ですね。カジノのそのディーラーとバンカーとプレイヤーの間のやり取りのこうなんかね、そこをなんか手数料を抜くみたいな、そんなね、ジャケットっていうんですかね、ジャンケットみたいなのもあってね、ちょっと難しいんで私もよくわかんないですけども、とりあえずこの仕組みに乗っておけばお金が増えるんではないかなと思ったんで、まあ試しにリスクをってやってみたら今のところうまくいってるって感じですかね。これからは分かりません。これからは分かりませんので、こうやってね、塾生さんと一緒に検証しながら慎重にやってるところです。そして私ね、9個動かせるのに2つしかやってないっていうのは、これリスクヘッジなんですよ。だって水のものとも山のものとも分かんないわけですよ。いきなりボーンってなっても文句言えないですから。だからね、やっぱりこう少しずつやっていって、資金量に合わせてまた投入をしていくみたいな感じですよね。いや本当にね、一気にね、虎の子のお金行くようなものではないですからね、こうやってリスクヘッジしながら身の丈に合ったようなね、活動しているってことでございます。それでは本日は以上です。何のことか分かんなかった方はすいません。